いいものことは辛いもというが、昭和の初め頃は子供たちが学校から帰ると辛いもと里芋のことを芋んこと言って、これが美味しくて漬物のこともでこんと言って、みんなごちそうと思って食べたんだ。踊りに花を添えるは踊り、これをジャンカ馬という、馬に鈴や飾りたくさんつけ、前と後ろのなんとも絶妙の頭の良い馬だ、見てる人たちが歓声を上げる、馬が祭りを盛り上げてくれる。お酒より焼酎を飲む人がたくさんいると思う。祝いの時や祭りの時や結婚式の時も、都の城は焼酎を焼酎になるよ、美味しい。